口コミ一つ目。2022年投稿。ここの会社は人が死にすぎる。亡くなった人たちの無念や残された家族の気持ちを考えると胸が痛くなる。残業、低賃金、パワハラ、死と隣り合わの重労働も重なり、同期はほとんどやめていったよ。私も気づいた時にはうつ病になってしまった。お疲れ様です。社畜ジャパンです。今日は日本製鉄の会社の口コミを20個紹介します。口コミ二つ目。 ここで日本製鉄の年収関係を見ていきましょう。有価証券報告書によると、平均年齢38歳、平均年間給与は535万円。また、就職指標によると、平均年収は総合職で859万円とのことでした。口コミ3つ目。 2015年投稿、引用はハットリ産業医事務所です。一気飲みで思い出すのが製鉄所伝統のヘルメット酒です。大学を卒業して八発製鉄所に入社後、その寮の歓迎会で先輩たちにヘルメット酒を飲まされて皆酔いつぶれていました。その時はまさに寮は急性アルコール中毒だらけ、ただ今でも製鉄所でヘルメット酒の伝統が受け継がれているのかどうかは定かではありません。口コミ、四つ目。 2022年投稿。ヘルメット酒一揆は見た目が荒れなだけで、やっていることはただの一揆のみで別に大したことはない。だいぶ前に安全靴一揆した新人がいて、それはすげえ受けてたな。あと、この会社はめちゃくちゃきつく当たる人が多いが、間違うと人が死ぬ可能性がある職場ならしゃーない。失敗から学べばいいが通用しないときは強く言うしかない。口コミ5つ目。 ここで新聞記事を2つ引用します。まずは2022年11月の毎日新聞。日本製鉄社員過労自殺、残業急増、上司失席も、労基署が認定した、とのことでした。もう一つ、2021年6月、毎日新聞。日本製鉄人事担当社員、採用予定の女性にセクハラ、性的関係を迫るとのことでした。口コミ6つ目。2023年投稿、同業他社で勤務しています。 製鉄所は機械の設備も大きく、労働災害の死者も非常に多いです。ただ、他社からの災害報告はほとんどこの会社からでした。他の同業他社はここまでじゃないですし、安全最優先は形だけなのかなと思う。口コミ7つ目。2022年投稿。日鉄社員が使用するのはまずない。代わりに下請けや孫請けが使用する。下請けの従業員がクレーンの回転部分に巻き込まれて全治4ヶ月の複雑骨折。孫請けが巻き込まれ事故で腕切断とかざら。 社員が死傷したらニュースになるけど、下請け、孫請けの死傷はニュースにならない。もみ消せるからね。口コミ、八つ目。2022年投稿。 私が勤めていたのは今から40年前ですが、当時は死亡事故もたくさんありました。会社からすれば社員は使い捨てです。さすがに死亡事故はどうにもなりませんが、作業中の事故は隠して家でしたことにしてくれ、と言われた。工場内に連続まる時間無災害という登りを立てるためです。その上で定年まで参考代で夜勤をものともせず働ける覚悟は必要です。今はさすがに変わっていると信じたい。口コミ9個目。2022年投稿。 本音は創業優先、保身優先。そのため下に行けば一ほど死亡率、危険率は高いです。孫受け、下受けは特に給与も激安。法律厳守なんて言っていられない労働環境により死亡、怪我をすることになる。そしてまた謎の役に立たないルールや決まりができて創業が遅れる。創業が遅れると遅れをカバーするために本家の社員の労働時間、危険率、死亡率の高い決死体業務が増える。そしてまた現場の事故が起こる。日鉄は10年以上同じことを繰り返しています。口コミ10個目。 2022年投稿。老朽化した工場の修繕をする予算もありません。外壁塗装だけして見てくれだけはよくしていますが、雨降りだらけの工場です。縦屋支中のアンカーボルトもガワガワ。50年近く経っていますので、腐食による高血も多く散見される。震度6レベルの地震で崩壊しそうな建物だらけ。台風で放山塔が折れるくらい老朽化した会社です。 次の口コミに移る前に、この動画の作成手続きについて話します。この動画は口コミ内容がオープンワークの内容と重複していないか、オープンワークの口コミを確認しています。表現などが被っていたら口コミとして使用しません。チェック終了後に動画を公開しています。口コミ11個目。 2022年投稿。毎日死と隣り合わせ地獄だった。でも今では働くことができて良かったとさえ思っている。どうせ死ぬくらいならと思い切った行動に出たおかげでありのままに自由な今がある。人が死のうが飲み会は最優先。社宅を閉めると聞いて家を買ったらクレセ鉄所は閉鎖。自主退職に追い込まれた社員も多い。口コミ12個目。ここで日本製鉄の死亡事故をまとめました。 2003年10月、強風で大型クレーンが倒れ作業員死亡。2012年7月、海に転落作業員2人が水死。2015年1月、ブルドーザー運転中落下し巻き込まれ死亡。2016年8月、配管が破裂し作業員が約20メートル吹き飛ばされ死亡。2016年11月、機械に頭を挟まれ使い骨粉砕骨折で即死。2016年頃、配管口が大型の管の下敷きになり死亡。2021年9月、ベルトコンベアーに全身を挟まれ死亡。 2022年12月、幸福そのないの散血で2名が死亡。その他多数の事故、死亡事故が起きています。口コミ13個目。2022年投稿、死亡記事を言っているが、実際死んでいるのは下請けの人間だよ。製鉄の人間は監督側が多いから死ぬようなことはほとんどないよ。夜食受けぐらいの業者で働いていたが、何が危険だよ。危険なのはほとんど下請けだろうが、一番危険なのはお前らじゃねえよ。下請けどころはもっと下の人間だよ。ふざけるな。口コミ14個目。 正社員保全、やりがい、引用は会社のホームページです。 シームレスパイプの仕上げ加工や検査を行う中継製品工場の機械保全業務を行っています。私の担当している工場にはパイプの品質を左右する重要で複雑な設備がたくさんあります。そのため様々な設備故障やトラブルも発生するのですが、職場の仲間と力を合わせて原因や対策を検討し、設備の復旧や再発防止対策を行います。対策がうまくいって、いい品質のパイプがライン上を流れているのを見ると達成感を感じます。また毎日決まった固定作業というものはほとんどなく、たくさんの知識や経験が得られるのも魅力の 一つです口コミ15個目。2022年投稿。現社員です。うちの職場では労災隠しイコール悪という認識は十分なほど浸透しています。労災隠しについての教育はこれでもかというほどされており、しっかりと周知されていると思う。口コミ16個目。2022年投稿。 うーん。福利厚生はホワイト企業かもしれませんが、現場の労働環境は 3K ですね。24時間止めずに航路を創業している以上、各工場の参考体は変わらないです。ただ、労災各種の認識は過去と比べると改善していると思います。口コミ17個目。2022年投稿。現役総合職、サビザンまみれは本当です。 2年前、一切の業務量を減らさないまま、突如として残業時間をゼロにするよう強制されるようになりました。決算約500億の固定費削減となったらしいので、その分涙を流した社員がいるのでしょう。その上で給料は20代の後半で目安600から900万円くらいです。幅が大きいのは、賞与が業績依存だから。メーカー内では高い方ですが、ここに就職できる人なら、他にもっといい会社に転職できると思います。口コミ18個目。 2022年投稿。労災隠しは厳しくなってきているが、ハラスメントのもみ消しは未だに耐えません。安全第一と言われに現場の意見を聞かないのは当たり前。設備増設の際も現場の意見を全く聞かず行うため、増設後に不具合だらけ、トラブルだらけが多い。さらには現場のせいにし、立ち上げをせかし、被害を大きくさせる始末。TBM や安全6足、品質5足といった会社独自のルールで現場を締め付け、破った職員には家内で見せつめにする。口コミ、19個目。 2022年投稿。社名が変わるたびに環境がひどくなる一方です。校内で働いていますが全部共感できます。現場を軽視している、幹部が現場の真実を知らない。現場に来る際は事前に徹底的な整理整頓を行い、不都合な事態は隠蔽しておく。正直、もうやめたい。口コミ20個目。これで最後です。 2023年投稿、技術系現職、給与や福利構成はバッチリ。M1 だと2000万円近くもらえる。ただ私の残業は120から140時間くらいだと思いますが、いろいろ圧力があり、30から40時間くらいに調整しています。また、死亡者や怪我が多く、環境も劣悪。先日も清掃中に粉塵の下敷きになる死亡事故が発生。はっきり言って、海事の地下労働施設並みです。以上が日本製鉄の会社の口コミでした。皆さん、どう思いましたか ぜひコメントで感想を教えてください。はい。本日の動画いかがでしたでしょうか今後も皆さんにお役に立てる動画を配信してまいりますので、ぜひぜひこちらをクリックしていただいてチャンネル登録をお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。では、さようなら。